はい、本日はですね、オリジナルブランドジャパンメディアでフリースを作りましたのでご紹介していきたいなというふうに思います。ということなんですが、現時点でもこの動画出してる時点でもうなくなってるんですよ。ほぼ完売してるっていう状態なんで、ちょっとだけ1月上旬に少量だけリストックする予定がありますので、動画作っていきたいなっていうことと、あとレビュー動画も作ってないのにこう購入していただいてる方いらっしゃるので、あ、こういう特徴があるんやとかね、あ、こういう特性があってタクトを考えたんやっていうのを見ていただきたいなと思いますので、早速僕も今これ着用してるんですけども、このフリースを見ていきたいなと思います。まあ見てもらったら分かる通り、今回はですね2色展開で作っております。今僕が着てるのがこちらブラックですね、と、こちらが、ブラウンというね色味、2色展開で、やらせていただいております。でリストックに関しては、あの再入荷の通知、ここポチッと押してもらったらね、再入荷通知が分かりますので、そういう方にすぐいち早く届くようにはしておりますが、しばらく前からずっと作ってるって言ってましたよね。っていうのも今回生地ポーラテックという生地を採用させていただいております。でこのポーラテックの生地もこんだけ種類あるんですよ。で詳しくはね、あのジャパンメディアの動画でポーラテックって何かっていう話はしてるんですけど、まあ普通のフリースよりももうワンランク上のフリース、なんでもうワンランク上なんて言われると、そもそもフリースの元祖の会社やからもうワンランク上やし、あとなおかつ米軍で使うために作られたと、まあ有名なところで言うとこのエクワックスっていうねフリース、ミリタリーで有名なんですけども、こういう米軍のために作られたフリースなんですけども、これパッて見たらね、後々でも言いますけども、あ、ちょっと似てるんちゃうかなと思うと思うんですけど、実は生地とかは違います。生地はですね、このエクワックスの方がどっちかというと毛足がちょっと短い感じになってて、今回僕が採用させてもらったのがもうちょっと毛足の長いタイプのふわふわした感じのね、生地を採用してるんですけども、まず特徴の一つ目っていうのはポーラテックがバーってある中で一番高い生地を採用します。あの値段が一番高い、で要は原価が一番高い生地を採用しておりまして、こんだけ今の時代ね、どんどんファストファッションとか安い方とかに傾いてるのに全く逆の方に行っております。一番高いこの生地を採用しております。まあカラーはこんだけあるので来年もしかしたら増える可能性はありますけども、まあ、どんな生地なのというと、傘高があってですね、毛足の長いポーラテック社のハイロフトフリースという素材ですと。で、まあ、このようにですね、快適性を高めた究極の素材ですとここに書いてあるんですけども、まあ、究極ですわ、だから一番高いんですけどもね、まあこういった保温力がありますよというふうには書いてあるんですけども、これパッて見てください。まあ、ブラックやったらあんま分からんからな、ブラウンで見てもらうのが分かりやすいかもしれないんですけども、こんなふわふわしたね生地感、これどう考えても着心地いいじゃないですか。でどうせ使うんやったらこういう着心地のやつ、もちろん裏側もね、首元もそうですし、体に当たる部分とかもこういったふわふわのね着心地になっているので、楽しんでいただければなと思います。そして次がですね、形ですね、シルエット、どういうシルエットで作ったんというとですね、素材は僕なんでこれを選んだかというとね、パタゴニアの R2 っていう素材、これもう一昨年ぐらいでもなくなっちゃったんですけども、これがねハイロフトシリーズやったんですよ。このフリースの素材めっちゃええやんということで、ただこれもなくなっちゃったから、あ、ほんなん作ろうっていうことで、この素材を採用して、形はどの形が一番気に入ってんのっていうと、フリースってね、だいたいアウトドアのフリース細いんですよ。めちゃくちゃ細いフリースばっかりやから、こういうラフにねさっと着れるようなフリースの方がいいなと思った時に、なんかないねかなと思ったら、最初冒頭でも登場しましたね、こちらエクワックスのフリースがあるんですけども、まあ、このフリースのディティールを元にね、ちょっと仕様を軽く変更しております。まあ、例えば細かいところで言うたりしたら、こういう首元とかに、ナイロン生地が使われてるんですけど、これはね僕としてはあんまいらないんですよ。もうちょっと間違いできる時とかはもうこの素材をそのまま出した方がいいやろうということで、こういった首元とかにはナイロン素材は使っておりません。まあ、ただこのラグランスリーブっていうね、普通洋服ってこの肩のとこでね切れてるでしょ。例えばこんなんとか見たらわかるけども、肩のとこでこうやって切れてるんですけども、これをするとやっぱサイズのね前後がね、難しいんですよ。ぴったりしたサイズを選ばなあかんくなってくるんやけど、まあ、これとかやったら肩をこうわざと落とすっていう着方もできるし、別に僕みたいな今みたいなねジャストサイズで着るっていうのもできるんですけども、ちなみに僕が L サイズで今現在着用しておりまして、このブラウンは XL なんで、一回ちょっと XL 着てみましょうか。はい、というまあこんな感じでね、 XL やったら結構でかいですね。僕178センチの、66キロになってるんですけどね、ちょっと痩せてきてね6キロになってるんですけど、それやったらちょっとこうでかいかなと。だからダラーンと着た時でも、このラグランスリーブであるがおかげにこう肩がしっかり落ちてくるんですよね。ただこの切れてる場合になったら、こことかに切れ込みが来たりしたらちょっと変になっちゃうんで、まあそれがラグランスリーブの良さであったりするので、サイズ表記のところね、ページ見てもらったら肩幅って載してないんですよ。雪丈っていうのを載してるんやけども、なんでっていうと肩幅が具体的にないんですよね。ここで切れてるわけじゃないから、まあないんですよ。
ということで、まあ、はっきり言って僕これサンプル4回ぐらい作ったんやけども、これ最後仕上がった時、あ、マジで完成しちゃったなと、これレビューめちゃくちゃ楽しみなことになるんちゃうかなと思ってますので、予約していただいた方はね、本当に楽しみに待っといてみてください。もう来た瞬間に、あ、これすごいなってなると思います。で、それはさっき仕様変更したっていうのはなんでっていうと、このエクアックスもいいんですけども、僕の中でねやっぱりいいなと思う仕様もあって、何かっていうと、このバーサロフトのね仕様ってええなと思ってるんだけど、何が最もいいかっていうと、この首の高さなんですよ。この首の高さがバーサロフトは一番いい。ただちょっと着丈が身幅が狭いということで大人向きじゃないなと思ってたんですけど、この襟の高さを高めに設定しております。こんな感じでね、バーサロフトよりちょっとちっちゃいぐらいでもほぼほぼバーサロフトぐらいのね、首の高さがあるので、着てもらった時にねマフラーいらないんですよ。だからそういう仕様にしたいなと思ったんで、こんな感じで結構ね上の方までね襟元があるっていうか首元があるので、もうマフラーいらんやろなって感じで、この上からねアウターとか着てもらえれば、もうほら完全に首はね隠れてる状態になりますし、ここからギュッと締めてあげればね保温力も高まるんちゃうかなっていうことで、こういった細かい仕様のね、設定というか変更とかはいろいろ作りながら考えてきました。で、それでですね、ポケットのところはね静電気が起こらんような生地を採用してます。まあ、こんな感じでね、静電気が起こりづらいんですよという健康を考えた静電気防止素材というね素材を採用しておりますので、こうポケットに鍵とか突っ込んでて車乗ろうかなと思ってバチンってなるじゃないですか。あれ嫌やから、そういうね静電気が起こりづらい素材を採用してると。で、なおかつこれが柔らかい素材になってるのでね、まあ、入れてたら気持ちいいじゃないですか。まあ、こんな感じで仕上がってると。で、まあ国内とかで作ってるっていう話はそうなんや、いつも通りの話ですよ。ここね岐阜のところで作ってるっていうことなんやけども、ただデメリットがあります。で、あ、これちょっとデメリットやなと思ったっていうのが、フリースの毛抜け問題。よく毛抜けするでしょ。例えばこれ今白 T 着てますよ。こうやってガーって着た後にパッて抜いた時に黒の毛がいっぱいつくことってあるじゃないですか。でね、これってなんでなんやろなとかって思ってね、いろいろ見ていったらですね、まあ、まずそもそもこの毛足の長いやつって毛抜けしやすいんですよ。だから、まあ、こういったフリースなんかもそうなんですけども、どうしてもこう毛抜けがねしやすくなってるっていうのもそうですし、洗う前も結構毛抜け起こるんですよ。だから洗っていっちゃうと、もう毛がね余計な毛がもう落とされた状態なんであんま毛抜けないんですけど、洗う前も結構毛抜けがあるということもあったりとか、それ以外にやったらこの中の T シャツに問題があったりしてね、まあ、これは違うんですけども、 US コットンっていうねボコボコした風合いのコットンってあるんですけど、あれめちゃくちゃ毛抜けするんですよ。だからそれはね、他のフリース着張る時とかでもちょっと US コットンの T シャツ着ちゃうと、他のどんなフリースでも結構毛抜けしやすいので、まあ、それはちょっと気をつけていただいた方がいいかなということなんで、もし仮に例えば毛抜けするなと思った時は、あれ US コットンじゃないかなとかね、あれ一回洗って余計な毛落としてるかなっていうのを考えていただければ、まあ、基本的にはそれ以上毛抜けっていうのはないかなと思いますので、安心していただければなと思います。なんつったって天下のポーラテックさんから許可いただいておりますのでね、ブランド申請してジャパンメディアで使っていいですかって言ったらね、いいんですってアメリカ英語で帰ってきたからね、まあ多分いいんでしょうけどもね、そういったことでやらせていただいております。で、まあおすすめの人はね、どんな人って言っても、もう言ったても予約でちょっとほぼなくなってるから、おすすめの人言ってしゃあないんですけども、まあどんな人なんかっていうとね、まあこういう無地なんがお好きな方ですよね。やっぱ柄入ってたりとかロゴ大きい方がいいっていう方は、他のブランドいっぱいあると思うんでね、そんなんがいいかなと思うし、あとそれがいいんだったら本格的なんが好きな人、要はポーラテックのフリース作るのって今時代と逆行してるんですよ。みんなポーラテックやめに行ってるんですよ。どのブランドもやめてやめてって言ってるのに、よし今からポーラテックの一番原価高いやつ使っていこうってちょっと頭いってるんですよね。だからその頭いってるのがブランドオーナーなんですよ。なのでどうしてもまあそういう本格的なものを長く着たいとかっていうのもね、まあ、一つエコじゃないですか。そんなリサイクルっていうのはもちろんいいんやけども、もう一着買っちゃって、もうそれを何年も10年も20年も着れたらそれが一番いいわけやからって僕は思うんですけどもね、まあ、そういうエコの考え方もあるんかなっていうことで、まあ、毎年買い替えて、リサイクル素材を毎年買い替えるっていうのも素晴らしい考え方やと思うし、まあ一着を長く着るっていうのもまあ素晴らしい考え方やと思うんですけど、まあその辺は理念やからちょっと人によってちゃうんですけども、まあ、そういうさらっと着るっていうのもそうやし、あとさっきみたいな感じでインナーとして使う。だからこういうアウターがありますと、でアウター着るんやけども、その中さすがにロンティーだけじゃ寒いってなったら、まあこういうのピュッて着てあげれば、さっきも言ったけどマフラーがいらんから、こう首元がね、僕結構首長いですねって言われるんだけど、それでも結構ギリギリまで襟の高さ設定してますし、こういう例えば短い襟元とかよりも比べてもらうと、これぐらい襟の高さ倍ぐらいね高さがあるので、そういうところもいろいろと考えさせてはいただきましたけどもね、まあそんなことで、少量リストックは年明け1月に行いたいなと思いますので、ほんまにちょっとしかないんですけどもね、それが終われば2023年の秋冬にま
また出しますし、その時にはまた動画も出しますじゃんと。だからこれは一旦買ってくれた人に向けて、あ、こういう素材にこだわったんや、こういうところこだわってんやっていうのを文章だけじゃ伝わらへんので、こういう動画にはしてますけども、また来年は来年で新カラーも出そうかなと思ってますし、ちょっと多めにね、今回150着しか作ってないんですけど、もうちょっと多めにね作っていきたいなと思っております。このマウンテンジャケットとかマウンテンライトジャケットと、例えばこのフリースのジップを、ジップとジップをガチャーンとこんな感じでひっつけてあげれば、もう1着でねこうひっついてる状態になるので、まあ、このまま着てもらうっていうのも、マウンテンジャケットとかマウンテンライトジャケットね持ってはる方はできるかなと思うんですけども、こういう感じですね。まあ、たださっきも言ったけど襟高いからちょっとフリースの襟の方が余ってますけどね。こんな感じでフリースの襟の方が高いからね、どれくらい襟高いか分かるでしょ。だからね結構高いので、まあ、これでちょっと余ってることはあるんやけども、まあ、それでいいっていうのであればね、まあ、こんな感じでひっつけて着ることもできんことはないということになっておりました。あくまでこれ予備的な感じね、あのこれがメインって感じじゃないけども、着れるっちゃ着けれるよと、まあ、ジップの規格一緒なんでって話で、またね今後ね実際これから購入していただいたのレビューが出てきます。でその時にわちょっと微妙やなとかね、これちょっとこうした方がいいんちゃうかってお声があればまた反映させたいなと思いますけども、まあ、非常に楽しみ。これすごいレビュー来るやろなっていうね、すごいレビュー来るっていうか、150着しかないから150以上は来おへんねんけども、すごいねあの満足していただけるんちゃうかなって僕個人的には思ってるんですけども、まあ、そんなことで、お話をさせていただきました。またまあ来年も出しますので楽しみにしておいてください。ということで本日はですねフリースの紹介をしてみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。